ッカーファンの皆さん、こんにちは。ジョン・カビラです。エキシビションをお送りします。サンフレッチェ広島対浦和レッドダイヤモンド、まもなく始まります。ブレシアの夕暮れを思わせる紫色のユニフォーム、サンフレッチェイレブンの入場です。ホームのサンフレッチェ広島、スターティングイレブンはの順位、高木、アーノルド、柳本、道木、森安、桑原、伊藤、小島、ポポビッチ、前川。続いてアウェーの浦和レッドダイヤモンド、スターティングイレブンは滝田、西野、ブッフバルト、堀、山田、ネイハイス、永井、土橋、メギリスタイン、福田、岡野。さあ、まもなく熱戦の幕開けです。の順位、ゴール前に紫色のユニフォームが集います。アーノルド、西野、森安の順位、シュート、これはポスト、ゴール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 の順位、ラッキーすぎるぞ。サンフレッチェ先制のゴール、声援鳴り止まず、素晴らしいプレー、もう一度ご覧ください。前半終了ですね。サンフレッチェリード。ここはカット、福田、アーノルド、道木、
右。アーノルド。長い。パスをつないでチャンスを伺います。アーノルド。ブッフバルト。華麗なパスワーク。この動きは読まれていました。土橋、前に出してここでフォローが欲しい。桑原。ブッフバルト。さあ奪ってカウンター。フォローが欲しいぞ。フォローがスライディング。高木。ブッフバルト。福田。一人で持ち込む。桑原。長い。福田。シュート。キーパーがっちりキャッチ。さあインジュリータイムです。この動きは読まれていました。伊藤。試合終了。ここまでです。1対0サンフレッチェ勝ちました。そろそろお別れの時間がやってまいりました。残念ですね。でもこの試合の模様は今晩7時からの KCE TOKYO ハットトリックにてダイジェストでお届けする予定です。お見逃しの内容をお願い申し上げます。実況担当はジョン・カビラでした。それではまたお会いしましょう。 Everybody Have a nice weekend.